皆様、本日はですね、僕結構今まで散々ねパスタ料理作ってたと思うんですけども、ザ定番のナポリタンを作ってなかったと思うんで、今回はねもうきっと懐かしい喫茶店にあるような味になるであろうナポリタン作っていきたいと思います。はい、で材料はピーマン、玉ねぎで、今回はベーコンが冷蔵庫にあったんで、これはベーコン、ブロックのベーコンを使おうと思ってるんですけれども、まあ別にブロックじゃなくてもいいし、個人的にはソーセージもすごいおすすめなんで、今回ちょっと冷蔵庫にソーセージがなかったんで、今回はベーコンでやろうと思います。で、あとこれマッシュルーム、てかすごくない？これが冷蔵庫にあったから、よし、じゃあナポリタン作ろうと思えた俺の冷蔵庫のレパートリーをねねで、具材は基本的にこの4つね、ベーコン、玉ねぎ、ピーマン、マッシュルームで、ここに味付けはケチャップ、メインはケチャップですね、やっぱりケチャップと、で隠し味程度にウスターソースとバターで、最初にちょっと香り付けにニンニクと、であとこれはなくてもいいんですけど、あったらすごいよりコクが出るんでおすすめです、トマトペースト。僕はねこの大さじ1杯分にスティックになってるやつがあるんですけど、これいつもストックしてるんで、もしあるようだったらこれを入れてあげればより濃厚な味になると思うのでおすすめです。はい、じゃあ早速材料をカットしていきたいと思います。はい、まずじゃあ玉ねぎね、これはもう適当な大きさにスライスしてあげてください。結構ここはねこだわりはそんなないんで、この根っこの部分だけ、よいしょ、結構玉ねぎはね雑な大きさでいいですよ。こちらピーマン、今回1袋分あったら6個を、僕はやっぱりねピーマンね輪切りのイメージなんですよね。まあそこはあの輪切りじゃなくても、なんだっけ、こうね縦に短冊っぽく切ってあげてもいいし、で、まあ、この輪切りにするにしても厚さ、結構僕太めに切ってるんですけど、もうちょっと薄くしてもいいし、しかも皆さんのお好みで、でも多分これを最後見終わったら、ああ絶対ちょっとナポリタン食べてってなると思うようなナポリタンに仕上げますよ絶対。はい、でマッシュルーム、これも大きさもねもう適当でいいですよ。僕は大体3分の1ぐらい一個一個切っていきます。じゃあ最後ベーコンですね、マッシュルームとピーマンはね後半に入れるんで先にちょっと別分けしておきます。じゃあベーコンはまあほんとワイルドに、はい、であとはまあもう適当な大きさにカット、まあ太くてね大きくて食べやすくした方が食べ応えもあっていいと思うんで、じゃあこんな感じ、材料のカットは終了。じゃあ火にかけていきたいと思います。で、いつもはねパスタあのもう茹で始めてからやるんですけど、今回ちょっとねソース煮詰めてちょっとねあの飛ばす時間が欲しいんで、パスタはちょっと終盤に茹でようと思います。では熱したフライパンにオリーブオイル少々入れて、でまずベーコンから焼いていきます。ちょっとねカリッとさせたいんで先にベーコンからですね。ソーセージとかの時もやっぱ先にねお肉類入れてあげてください。でまあここからねベーコンの油とかも出てくると思うんで、まずしっかりちょい揚げ焼き気味にカリッとさせたいと思います。はい、で軽く揚げ焼きにして若干ね焦げ目がつき始めたら、ここに玉ねぎも投入していきます。で玉ねぎもほぐしつつ入れて、適度にしんなりかつ若干のね焦げ目がつくぐらいまで炒めたら、ここにピーマンとマッシュルーム両方ともぶっ込みます。いいね、具だくさん絶対うまい。はい、でここで軽く塩コショウしときます。味付け塩コショウ、でね個人的にちょっとだけピーマンはシャキッと感が残ってて、でも玉ねぎは俺結構くったりしてるのが好きなんですよ。もうこれはもう好みの問題なんで、
皆さんはそこら辺加熱時間は調整してあげてください。じゃあこちらね、野菜の方一旦火が通ったら一回ボウルに取り出しておきます。じゃあそしたらね、パスタもう茹で始めます。塩たっぷりね入れたお湯でパスタを、で今回はアルデンテとかあんまり気にせずに標準時間茹でてあげてください。やっぱナポリタンはねちょっともっちりしてて、ね、もちもちのちょっと太麺みたいなイメージがあるじゃないですか。なんで結構ねしっかりめに茹でてあげてください。で使う麺はねちょっと少しでもね太めの方がおすすめですけど、まあ皆さんのお好み でさっきまあアルデンテじゃなくてしっかりめって言ったけど、まあアルデンテがそれでも好きって方は全然それでもいいし、もうお好みで、今回は僕はちょっとしっかりめに茹でたいと思います。はい、じゃあソース作りしていきます。まず先ほどの使ったフライパンに火は止めてる状態でケチャップ、まあ、いつもほんと大雑把に入れるんですけど、ケチャップ一応大さじでと 8にしたいんだよね。ケチャップ大さじ8杯と、ここにニンニクは少々、これかな、これくらい、ウスターソースを大さじ1杯、トマトペースト、こちらを大さじ1杯ですね。これが 18g 大さじ1杯も入ってるんで、でここにパスタの茹で汁をお玉1杯分ほど入れてあげて、これで火にかけていきます。で最後ね、バターは仕上げの段階で入れるの でここの分量も結構皆様のお好みでたっぷりめに入れてもいいし、僕は今回ちょっとこれくらい入れようかなと思っております。でこのトマトソースをしっかりめに火にかけて水分飛ばします。まあ、野菜戻した時にねまた若干水分が入っちゃうと思うんで、ここでね結構できるだけ水分飛ばしてあげてください。水分飛ばして最初のケチャップぐらいよりちょっと緩いかなぐらいまでとろみが出てきたら、ここで野菜戻します。先ほどのやつらね、でこれ加えた状態で炒めてよくなじまして、最後パスタ茹で終わるまで中火ぐらいでちょっと水分飛ばしてあげてください。ではパスタ茹で終わったのでこちら絡めていきます。でもうこの段階でバターも投入します。でこれで、あ、入れるときはちょっと今火は止めてました。弱火でいいのでよく混ぜ合わせてあげてください。で若干残ってる水分は最後ねパスタが吸ってくれると思うん でナポリタンのいいところってあれだよね、たくさん作ってさちょっと置いててもさ、冷やしたのをまた温め直しても十分美味しいじゃん、伸びても美味しいからさ、そこがナポリタンの強みだと思う。こんな感じでバターも溶けてソースが回ったら、はい、完成、ナポリタンの完成です。じゃああと最後お好みで上にパセリとか振ってあげて粉チーズやタバスコご自由におかけしてお食べください。ということで実際実食していきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。どうぞ。いやもうのびちゃんから一緒に食べよう。いいんかい、うん、いいんかいって、まあ、最初は何もつけずにじゃあいきますわいやちょっとこれはまあっていうかもう作ってる時の匂いでも美味しいよ、分かってたけどね。分かってるよね。じゃあちょっといただきます。はい、絶対うまいよね。もうまずいわけがない。やっぱこのちょっともちもちにしてる感じの麺がいいね。喫茶店のナポリタンだね、本当にこれは美味しい。なんかナポリタンってさ、うん、無性に食べたくなる瞬間あるよね。ある。コンビニのナポリタンとかさ、うん、とりあえず買っちゃおうかなって気持ちになるもんね、うん、ナポリタン作るの簡単だけどね。うわうまい、うん、でね僕はねナポリタンはね本当にめちゃくちゃチーズかけたいんですよ。ちょっとかけます。もうびっくりするぐらいかけるんですよね、いつも。これはだってもうチーズよ、チーズゲーよ。絶対うまい。いやこれベーコンいいな。うまいよね、肉のうまみがね。あと絶対ピーマンだよね、ピーマン本当に。だからこれで
ピーマンが苦手なお子さんも多分いると思うんだけど、克服してほしい ね。結構やっぱケチャップの甘みが強いから、うん、いいよね、多分食べれると思うんだけど。それか細かくね、うん、刻んであげるとかね。いただきます。これこれ、めちゃくちゃうまい。なんかあのナポリタンってさ、あんま汁気がないじゃん。だからさ、このチーズ入れたらよりなんか濃厚になってさ、うんうん、めっちゃ絡むんだよね。普通のトマトソースのパスタとかと違って、なんかすごいシンプルだけどうまいな。そしてもうこれよ、俺はもうタバスコ。そうだねトマトソース、うん、このケチャップの甘みとこのタバスコの辛み酸味がもう最高に合う。うん、いただきます。これやらないために今日スプーン用意したのに、もうブリンって飛ばしちゃったわでも今日トマトに合わせてきたから。そう、それをさっき言って飛ばしそうでやだなって言いながら言ってたのに、もうやっちゃったでもね、もうちょっと諦めてるんだよね、半ば。こうちゃん結構こぼすもんね、うん、特に新品の服をよくこぼす、うん、初日にやっちゃうよね、いつも。あー、これこれ、この辛みよ。こうちゃんのはさ、ちょっとあのやっぱりいつも言ってるんだけどさ、あのやっぱ個人的にはやっぱこの具だくさんなのがほんといいんだよね。具よ、やっぱりお店にないからさ、こういう、うまい。これでもかっていうぐらい具がたくさん入ってるのが美味しいから。美味しい、ほんとに素敵すぎる。確かになんで今まで作ってこなかったんでっていうぐらいめちゃくちゃ定番な料理だもんね。ね、そういえばと思って家にちょうどさ、ピーマンとベーコンがあったから、あ、これはと思って家にちょうどピーマンとベーコンがあるっていう、ドゥフだもん俺。ということで本日はこうちゃんにね、あのナポリタンをね作っていただいたんですけども、本当にね喫茶店に出てくるようななんか懐かしいね、本当にあの美味しいナポリタンでございました。めっちゃうまいから。いやでも本当ね、多分ナポリタンの動画とか見たら俺絶対作ろうって思っちゃう人だから。あー確かに、絶対多分明日のみんなのね夜ご飯はねこれになってナポリタンだよね、きっとね。で本当にさ簡単だしね、うん、なんかあのコンビニあったら買っちゃうんだけど、でもさこうちゃんってさ自分で作れるからって言ってさあんま買わないじゃん。その時にすげえ食べたくなって結局家帰って作ってくれるみたいな感じのね、あの手順を踏むから多分見たら多分みんなも作りたくなるって多分言ったんだと思うんですけど、本当にねあの無性に食べたくなる時があるんだよねナポリタンって、ね、なのでこの動画を見てくださった皆さんはね、多分もうきっとナポリタンが食べたいでしょう。もしかしたら今日食べちゃってるかもしれないし、わかんないですけど多分すぐ食べたくなると思うんで、ぜひぜひ作ってみてください。はい、はい、ということで本日は以上になります。最後まで、あ、じゃあごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね、バイバイ、バイバイ。